こんにちは、長野さんです。今日は、みんなの銀行京都の、今イベントに来ております。もうあと30分ぐらいで、始まる予定であります。どんなイベントになるかちょっと楽しみなんで、またその件についてはまた結果報告したいと思います。この動画の、続きをアップしていきたいと思ってます。よろしくお願いします。ですね、昨日、みんなの銀行、京都ミートアップ会議っていうのに参加してきました。どういうような、内容だったかと言いますと、まずはですね、みんなの銀行の使い方についての、みんなの銀行の、社員の方からいろんな説明を受けました。あ、こんな使い方があるんだ、あ、こういうふうにやれば、お金の管理がこういうふうにできるんだっていうような話もありましたし、で冒頭の方では、頭取の方も来られましてですね、みんなの銀行を立ち上げた理由とか、そういったことについての説明もございました。で、それが終わってから、簡単な、食事みたいな形で、一つずつ、パッケージに入ったこういう弁当っていうのを配られまして、こういう、ミニお寿司であったりですとか、で、あと、何がありましたかね、スペインオムレツで、この辺りのところに、ローストビーフがありまして、で、あと、パンの上に乗った、生ハムサラダみたいなと、あとホタテとかっていう形で、結構、お金かかってるような形の、会食みたいな形のものが出ました。あとですね、これ美味しかったんですけど、おそらくこれタンシチューっていうのも出ました。肉も柔らかくて、あっという間にほろって形で立ちで取れるような形のお肉も食べました。で、最後に、こんな感じで、デザートも、ついてきました。本当に、至り尽くせりみたいな形で、みんなの銀行を、いろんな意味で使っている方の方と、話をしたり、雑談しながら食事をしたりみたいな、形のイベントをやってました。で、今回ですね、参加したメンバーが約20人ぐらいなんですけど、で、聞いてびっくりしたんですけど、今回京都の、ミートアップに、参加できた方が約20名で、で実際申し込みがあったのが、100名を超えていたそうです。でてっきりですね、私、今回当選しましたのは、一アフィリエーターってところで、みんなの銀行を結構、プッシュしてるというか、おすすめしてるって部分があったんで、そういった、貢献度っていうところから、参加メンバーに選ばれたと、参加する直前までずっと思ってました。で、実際みんなの銀行のスタッフの方から聞きましたら、本当に厳正なる抽選だったようです。ですので、例えば仮に、100人以上みんなの銀行を、進めて、10万円ぐらい稼いでる方がいたとしましても、今回の、ミートアップ会議に、抽選で漏れてた方がいたかもしれないという状況で、本当に、ある意味私今回ちょっと運が良かったなというふうには感じております。で、参加の人数の割合と男性女性多分ほぼほぼ5割ぐらいという形で、で、一組だけですね、ちっちゃいお子さんを連れたお母さんが参加してました。で、今回のですね、イベントに参加して、で、あとですね、簡単なというか、あとみんなの銀行のクイズっていうのがあって、で、そのみんなの銀行のクイズが、チーム戦という形になってまして、そのチームごとで、4チームがあったんですけど、で、優勝したチームには、みんなの銀行の、オリジナルのメモ帳ですか、ノートっていうのをプレゼントされました。で、その後じゃんけん大会っていうのもあって、で、私じゃんけんは本当に弱いんで、3回やって3回ともあっという間に負けました。で、じゃんけんクイズ、じゃんけんで勝った方は5名の方が、みんなの銀行が、
出してる、本ですね。今回なぜみんなの銀行を立ち上げたのかという形で、頭取の方が、その作った目的っていうのを、書いたような、本が、今 Amazon かなんかで販売されているようで、まあ、それの、プレゼントという形が、あ、そして今年の3月ですね、3月に、発売されたようで、それをプレゼントという形で約4名の方が、ゲットすることができたようです。であと、まあ、質疑応答というところがありましてですね、で、まあ、私は、アフィリエーター代表という形で質問しましてですね、その頭取にどういう質問したかと言いますと、まあ去年の、1月から3月までは、みんなの銀行が、1件、紹介しますと、1000円じゃなくて1500円もらえるキャンペーンというのになってました。ですので、ずっとは無理だと思うんですけど、まだ、年末とか春先とかになりましたら、やっぱりお金がたまっ、まあ、ボーナスとかでお金たまっている方もいますし、で春先になりましたら、学生さんを含めた形の、社会人もそうですけど、そういった新しく、通帳お金を使う方、管理する方っていうのが増えてくる、時期になりますんで、まあ、そういった時期に、みんなの銀行をそういうキャンペーンとかっていうのは、まあ、ちょっと、まあ、今回私の質問に対して、まあ、今後それはまた検討はしていきたいという形の話はその頭取からいただきました。ですので、またいつあるかどうかわからないですけど、またそういったキャンペーンというのが、復活するかもしれないという状況です。であとですね、実際、まあ、今回参加して いろいろな、まあ、裏事情とか、ということもいろいろ聞くことができたんですけど、でその中で、実際みんなの銀行を加入されている方の大半がですね、やっぱり40代以下の方が多いようです。やはり、なんかお金を管理をしていく方と、あとアプリを使いこなせる方の、年代層っていうのがやっぱり40代以下ってところで、まあ、50超えてるおっさんの私みたいな方は本当に稀な、状況ではあったようです。で、あとですね、今回ですね、私みんなの銀行で、イベントであった内容を、動画で撮ってます。で、で今回、まあ、私、チャットワークをですね、うっかり、手違いで登録している方をちょっと消して、一斉解約という形でしてしまったという部分もありますので、今回、概要欄の、一番上に入りますので、チャットワークでですね、稲賀野さんの副業で稼ぐという形のチャットワークに登録していただいた方に関しましては、みんなの銀行の、中の、YouTuber の方がいるんですけど、まあ、その方和田さんだったと思うんですけど、なんか自分で和田チューバーって言ってました。でその方の簡単なセミナーというか、みんなの銀行の使い方についての、動画を私撮っておりますので、それを、今回登録していただいた方に関しましては、まあ、プレゼント動画という形に変えさせていただきたいと思ってます。ただちょっと、最初にちょっとお詫びを申し上げるんですけど、まあ、私、スマホを持っていったんですけど、よくありますような、なんですか、手でというか、なんですか、撮影用のもの、機材というのは何も持ってなかったんで、スマホをですね、横に向けて、手プルプルさせながら10分ぐらいずっとだいたい同じ感じの位置のところで、撮ってますので、多少、画像が前後したりですとか、であと実際参加されてる方の顔とかが映って、まあプロジェクターで、映しながら、説明はされてるんですけど、ちゃんとした、文字は多分見えてない箇所も結構多いです。ですので、そんな動画でよければ、今回、稲賀野さんの、チャットワークを登録していただいた方に関しましては、その
和田チューバーさんの簡単なみんなの銀行の使い方の動画をプレゼントしたいと思ってます。また本当に画像も荒いって状況なので、そこのところはちょっと、これひどいみたいな形でいう形のクレームだけはちょっと、ご了承いただきたいと思っております。で、あともう一つですね、一緒にもう一人の、実際去年入られた2年目の行員の女性の方がいるんですけど、その方が、マニアックなみんなの銀行の使い方っていうのを、要するにお金をフル活用してる、動画も一緒に撮ってます。で、その動画を見たいという方がおられましたら、今度はですね、稲賀さん、公式 LINE、こちらに登録していただいたら、後に、プレゼントしたいと思ってます。先ほどの、和田チューバーさんの動画に関しましては、期限設けましょうか。6月15日までに、今回稲賀さんの、チャットワーク再度、登録していただいた方全員の方に、16日に、その動画は、お渡ししたいと思ってます。ですので、今回、ある意味チャットワークのオープニング記念という形になるとあとお詫び記念という形になるんですけど、みんなの銀行の、和田チューバーさんの、動画の内容を見たいという方がおられました。この動画を撮っているのは実は、20名ぐらいなんですけど、私だけです。後の方はみんな、説明だけ聞かれてて、私だけ、手プルプルさせながら10分前後ぐらいだったと思うんですけど、ずっとスマホで、プロジェクターを、映しながら多少ブレたりもしながらっていう形になってます。ただまあどうしても、完全に、プロジェクターのところに参加者の方の頭とかが髪の毛とかが、映ってしまっている状況ですので、完全に、文章内容は、見れないという形はなるんですけど、まあほぼ8割ぐらいは、プロジェクターに映ってるものは、撮影できた状況でありますので、そういったものでよければ今回、稲本さんの、副業で稼ぐのチャットワークに、ぜひ6月15日を締め切りってところで、登録していただければというふうには思っております。